始まりました、ブリトーンチャンネル。ハロー、晴天です。どんてんや。今日ですね、めげねーれで、今日何日ですか。今日2月22。なんていうか分かりますよ、通称トリプル2。2月22日です。今日はですね、なんとこのマクドナルドさんから新商品が出たんで、早速買ってきました。見せちゃおうかな。見せてよ。いいですか、うん、はい、紙ナプキン、じゃじゃーん、ヤッキー。まあ言ったらこれ生姜焼きバーガー、お手頃マックってわかります。エッグチーズバーガーのこと、エグチとか。あ、 CM でやってるやつね。ニックネームみたいになってるやつ、はいはい、あのバーベキューポークバーガー、うん、バーベポとかね、これの中のシリーズ。え、これは期間限定なの、これからずっとなの。いや、これからずっとなんじゃないかな。あ、そうなんだ。わかりません、それ調べた方がいいか。お、ずっとだって。だから俺まだこれ中身を知らないので、どういうなってるか。多分生姜焼きだから生姜焼きだからえ、昨日エアコンでちょっと喉やられちゃった。どうなってるか、じゃあ開けましょうかね。オープンで焼き、じゃじゃーん。あ、あ、こうなってんだ。照り焼きっぽくない？匂いも照り焼きっぽい。生姜焼きだからさ、あの生姜焼きの肉がそのまま入ってると思わなかった。いつものパティっていうの、照り焼きソースみたいな感じになってる。これ、あ、でも玉ねぎ入ってる。で、レタスでしょ。照り焼きはだってほらマヨネーズがあるでしょ、ね、玉ねぎは乗ってないから。じゃあ焼きいただきます。あ、でもちょっと生姜焼きの匂いするわ。あ、生姜焼き、うそー、だって肉が全然違うよ。風味、味、生姜の香りがふわーん、新幹線ぐらい、はい、ふわーん。照り焼きと全然違う。照り焼きと持って食ってみ、それぐらいギャップ。あ、でも空襲だよ、見届け人だもんね。待ってよ、これうめえわ。俺昔から言ってんのよ、照り焼き以外の和のバーガーを出した方がいいって。あー、まあ、月見バーガーとかあるけど、これもうザ日本。チキンタツタもあるよ。いきます。玉ねぎんとこ食うわ。あった、口いった、こういってこういった今。生焼きめっちゃうまい。これ200円。豚肉の味がすごいする。しかもなんかこれ普通の生姜焼き食ってる。あ、あ、あ、やばい、こいつ詐欺。人が喋ってる時に食べるっていう詐欺。ご飯食える、これで。そう、俺ご飯で挟んだ方がもっとうまい気する。いや、俺忘れてたわ、生姜焼きのこと。生姜焼きイコールやっぱ玉ねぎだもん。玉ねぎだね。玉ねぎの大事さがこれ食って分かったわ。タレがやばい。タレだけ絞ってご飯にかけたら食える。いや、絶対食える。全部言っていい。まあ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 、いい人だ。まあいいですよ。今日順番で考えたら最初何口かかったし。いや、お前ワンワン。いや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 、でもちょっと出てた玉ねぎ食っただけなの。食ってんだけど、違う違う、ワンワン。じゃんけんしょう。しょうがグー、あっち見てほしい。最初はブンブンじゃんけんぽい、あっち見てほい。イエーイ、やったー。美味しゅうございました。で、皆さんこれ200円ですか、食べる価値あり。多分俺照り焼きよりうまいと思う。今まで食ったことないハンバーガー、うん、そこまで言っちゃうとちょっとハードル上がっちゃうけど。というわけで皆さん、ぜひマクドナルドさんへ行ってみてください。それではチャンネル登録お願いいたします。さよなら。トリ最初はブンブンじゃんけんぽい。でもあっち見てこいやる。